化け物め、次は貴様が私の食事になるのだ。ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている？何者だ貴様は。俺はお前の旧代だ。貴様の正体は何だ？話すんだ。詳しくな。その必要はない。お前はすぐに私の食事になるから。そういうことなら何も聞かずに貴様の息の根を止めてやろう。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。だが残念だったな。人違いだ。何？貴様はピッコロ大魔王ではないっていうのか？そういうことだ。貴様が町の住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。それはどういうことだ？思いっきりやれるからさ。これでとどめだ！うまくいくと思うのか？程度か。貴様がとてつもない化け物だと感じたのは勘違いとは思えん。なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言ってもな。完全体？貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ？送り込んだのは私自身だ。それにしても貴様がタイムマシンのことまで知っていたとは驚きだぜ。だが、こういうことまでは知ってはいない。カメハメ！なんだ？これでとどめだ！Fuck!
お前ほどの生体エキスを吸収すれば、私はかなり完全体へと近づくことができるのに。貴様は何者なのだ。どうせ死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセル、人造人間だ。16号、わかるか？奴の隠れている場所が。レーダーには感じない。だが、あいつが言っているとしたら、カプセルコーポレーションか無天老子の小島だ。で、近いのはどっちだ？無天老子の家だ。行こう。孫悟空がどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ふん、前のように簡単にはいかんぞ。なぜ絶対に勝てない勝負をするのか理解に苦しむね。うわ！あれはピッコロじゃない。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。確かにピッコロ大魔王ではないらしいな。もっともお前の正体などに興味はない。孫悟空の居場所を知りたいだけだ。喋るわけがなかろう。では戦いの続きをするか。今度は本気でやらせてもらうぞ。逃げ道はもうないぞ。たまえ！パワーは互角でも、スタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。このまま私が17号18号と合体し完全体になる日が。
何者か知らんが邪魔だ。とっとと消えろ。俺は今そいつと遊んでいるんだ。17号、そいつは貴様を殺して自分に吸収するつもりだ。逃げろ。うん、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 喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。ふざけるのもいい加減にしろ。誰が貴様なんぞに吸収されるものか。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。逃げるのだ17号。一応完全体にしてはならない。やれやれ、やっとまともにお話をしたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。しまったようだな。ジョノ、命知らずのバカがまた現れたか。16号、自滅するつもりか。計算では私とセルはほぼ五分と五分の力だ。お前が完全体になるのを阻止するには息の根を止めるしかないということか。そんなことは不可能だがな。やってみなければわからない。わかんぞ。
天津飯ごときに邪魔をされたか。放っておいても死にそうだ。消してやる。孫悟空、おめえがせるか。一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。